よーい、スタート。自分であんま映画監督っていう意識あんまないんですよ。なんかまだそういうとこまで行けてないっていうか、やっぱそういう学校も出てないし、もう十何本も撮ってるくせに映画監督って別の人みたいな感覚があって、どうなんですかね。でも僕はやっぱその関わる人数だったり、それなりの予算であったりで、結果その世界に行ったり、あとそういうそのインタビューの時に自分の映画を見てこの業界に入ったっていうふうに人の人生をちゃんと変えてたり、そこがやっぱ映画監督っていうかすごいなと思います。こういうもんだっていう形ってあるじゃないですか、映画でアクションものであったり、そういう例えば刑事ものだったり、それをこう壊すのが大好きなんですよ。壊して新しいものを作るっていうのが好きなんで、だからみんながそういうもんだろうと思って見てたら全然違う展開になったりするっていう、それを見つけれたら強いですね。予告編的なものが先に浮かんでくることがあって、でそれはまだちょっと微妙にぼやけてるんですけど、それをこう見つけていく作業というか、実際その書き始めたらそれがだんだん見えてきたりすることもあって、その自分の背中を押す勢いのタイミングがバチッと合えば、本当に一気に物語が溢れてきたりで、自分の思いもよらぬ方向に行ったりするんで、それがそのタイミングが難しいんですけど面白いです。